どうもこんにちは、マリソンです。はい、まあ、今日はねちょっとしっかりしたね報告しようかなって思っております。よろしくお願いします。はい、そうですね、まあ第一の報告としましては、まあ以前からずーっと言ったんですけど、まあショートの歌投稿をやめますよって話ですね。はい、ちょっと違うところに、ね、集中してねシフトできたらなと思ってるんでね、まあ、カズーはやりますけど、まあ、今カズーね購入したんで、新しいやつ、いいやつをね、それなくさないようにしてね、カズー中心でねショートはやっていこうかなって思っております。なんでこれからのショートは12時にもうちょっとものづくり系のショート1個作るやつね1個と、別にもう1個、まあワンコのショート、あとなんかチャンネル登録したいの何とかしてみた系1本で、4時にショートチャンネル登録してほしい系ねと、数で5本ね毎日あげようかなと思っております。はい、まずそれがね第一の報告ですね。歌はまあちょっとやらないよって話ね。で動画もねものづくり系にどんどんシフトしていこうかなと思っております。ちょこちょこね別関係でね、そのちょっとそういう音楽系もやるかもしんないよって感じですね。だからボカロ作るのやめる気ないんでね、自分のものづくりとしての一つの形かなと思ったんでね、はい、そこをやめるつもりないです。だから自分、これから多分出す僕らどちらかっていうと音楽っていうより音楽作品みたいに近いのかなと思っております。なんだろう、自分の世界観とか自分の感情とだったり、それを音楽に流し込めたらなと思ってます。はい。次。どこまで行った？はい。で、2個目。まあ、投稿の方式がちょっと変えようかなって思ってまして、まあ、しっかり配信ね、準備してきているんでね、ちょっと配信関係ちょっとやろうかなって思っております。はい。なんか、ここピヨってなってる。やだ。まあいいよ。まず月曜日。月曜日はショートだけですね。はい。土日月で、ものづくりはなんだり撮影して作っていく感じですかね。はい。で、次、火曜日。火曜日は、投稿ないです。はい。ショートと逆にゲーム配信します。ショート。火曜日は。はい。ゲーム配信です。はい、次。水曜日。水曜日ショートと普通に投稿1本出しますね。水曜が投稿。はい。で、木曜日が、ショート1本。次に、ちょっとものづくり系の配信の方をしとこうかなと思っております。なんかちょっと音楽作品作ってみるでもありだろうしね。はい。ちょっとレジンでなんか作ってみるでもありだろうし。まあ、絵描いてみるも含めてね。ちょっと作ってみる関係のね、ものをやってみようかなって思っております。はい。で、木曜日は話したのね。で、金曜日。金曜日はショート投稿です。はい。まあ、ちょっと突発的にやるかもしれないけど、まあ、多分やんないですね。はい。で、土曜日。土曜日は、ショートと、ちょっとラジオ系の配信でもしようかなと思ってまして、ちょっと準備できし、まあ、いつになるかわかんないけど、準備できしたいね。ちょっとやってみようかなって思っております。はい。最後、日曜日。まあ土曜日もちょっと投稿が入るかもしんないぐらいですね。短いのポンって上がるかもしんないし、上がんないかもしんないです。まあでも上げられたら上げますね。はい。で、日曜日が一番忙しいのかな。はい。日曜日は、まずショート。まあ、ショートは毎日投稿します。で、次、投稿ですね。投稿もします。日曜日。同日にどっちかに投稿が入る感じですかね。で、日曜日、その次の日、日曜日は、その後、まあ、どっちか決めてないですけど、ものづくり系を進めるかもしれないし、ゲーム配信、どっちかをしますね。その都度決めようかなって思っております。はい。ちょっとストーリー系があるゲームとかだったら、もしかしたら連日で配信するかもしれないですけど、まあ、一日空きで行くかもね、って思ってます。はい。まあ、1時間ちょいの配信がちょこちょこ出るかなって感じですかね。はい。
なんでね、まあこういう感じのね、投稿方式に変えようかなと思ってます。はい、ということでよろしくお願いします。そうですね、これがラストかな。はい。で、これからもね、ちょっとね、自分の考えること、こともありまして、あ、ご報告もよかったんだ。親戚関係であの、アクサリのお仕事をもらってね、ちょっとね、個展とかのね、話いろいろ回ってて、親戚のね、それ関係ちょっと、アクサリ関係ちょっとお仕事もらってね、それもしかしたらね、忙しくなるかもしんないね、投稿ブレるかもしんないっていうのはあります。はい。撮れるやつが撮影できる撮れないっていうのもありまして、そのちょっとそういう関係でバイトもね、ちょっと忙しくなっちゃったんですよ。他のことがあってね。はい。なんでちょっとね、両立できる範囲のことまでやっていこうと思うんでね、よろしくお願いします。で、今8月までにね1500人超えるように頑張ろうと思いますんで、よろしくお願いします。はい、以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では。